はい、今回は私がいつも練習で行っている台上の強化練習を行いたいと思います。台上を徹底して練習するなら対人練習よりかはどちらかというと他球練習でやっていただいた方がいいです。その私がいつも行っている練習の一つを今回は紹介していきます。やっていきましょう。今回は私一人が練習を行うのではなく、普段練習を一緒にやっている彼と一緒にやっていきたいと思います。頑張ります。ジンくんです。
ああ